抽選ですね。はい。そうだ。これね。よいしょ。はい。サインボールのラインナップは同じです。青木、西岡、岩隈。で、リプリントは、アーティストのサイン入りで、イチロー、カーショーがちょっと今ないので、クリブラにしました。で、オルティーズです。はい。合計6つの、はい、プレゼントになります。この方がいいかな。いいか。はい。で、抽選後のものを使います。まあ、こちらですね。はい。で、抽選回数を決めます。はい。1と1の2は振り直しです。よいしょ。はい。2と3で5回。で、いわゆる5回目ランダマイザーで、1,2,3,4,5 上から 1,2,3,4,5 ですね。で、景品なんですけど、ちょっと待ってください。こちらです。1番が岩隈、2番が青木、3番西岡、4番キャンパス一郎、5番キャンパスオルティーズ、で、6番キャンパスクリス・ブライアント、はい、になります。はい、じゃあ5回抽選ね、いきます。はい。じゃあ、大丈夫ですね。あ、そっかそっか。あ、ちょっと待ってください。今ちょっとエラーが出てきました。大丈夫ですかね、配信。お客様どうでしょうか。ん？まあ録画はできてると思うんですけど、ちょっと今エラー、店長の YouTube の方がエラーで画面を今開き直してます。ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫ですね。今、開き直した感じですね。あ、大丈夫ですね。あ。はい。じゃあ行きます。録画もこのままちゃんとなってますんで大丈夫だと思います。店長の YouTube のね、店長見ながらやる方がエラーになって、動画が止まってましたんで。はい。じゃあ5回抽選行きます。5回目、1,2,3,4,5,6 が当たりです。はい、行きます。じゃあ行きまーす。大丈夫。あ、ありがとうございます。ワン、ツー、スリー、フォー。で、次ですね。5回目。1から6が当たりです。ポチ。はい、5タイムになっております。はい。1から6、こちらですね。一番上が丸さん。2番目 K39 さん、3番目 TKO さん、4番目 TSK さん、5番目 COCO さん、6番目 OHKA さん。こちらに貼り付けます。はい、こうですね。岩隈さんのサインボール、丸さん。青木選手のサインボール K39 さん。西岡選手のサインボール TKO さん。キャンパスですね、これ。リプリントのイチロー。これ49枚限定、シリアル入ってます。49枚の、セットで販売されたものです。はい。店長が eBay でせっせとポチりました。はい。で、サインが入ってます。イチローさんのサインではないんでね、ご注意ください。TSK さん。で、あ、
ク、オルティーズがココさんで、クリブラが OHK さんです。はい、とってもいいですよ。これカードサイズに変えたものをね、引き伸ばしてるんでね、まあかなり荒い感じになっちゃってますけどね。はい、まあ印刷の精度もそんなにね、印刷機械の方の精度があんまり良くない ね。一応こうアーティストの名前も書いてあります。はい、こういうものですね。はい、じゃあ、当選された方おめでとうございます。ちょっと途中、店長のね見ながら開いてる方の YouTube の方がエラーになってしまいました。はい、じゃあこれで、プレゼントの抽選も終わりました。はい、じゃあまた取りすれは来年ですかね。はい、で次野球は、ゴールドラベルはよろしかったらお願いします。はい、という感じで、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。